コーチングって何なんだっていうのをね、ちょっとうちに遊びに来ない最強の軍団の中に行ったんですよ。グローっていうコーチングモデルがあって、あんまりしてほしくないなっていうコーチング第1位交代っていうのがあるんですよ。日本から世界へ、あなたの夢は何ですか？その夢を叶えるための力があなたにはありますか？常識を覆す即戦力ハンターシティ、今回はエブリン選手をお招きして、はい、才能を開花するコーチングスキルを根掘り葉掘り聞いていこうと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんでコーチングが全人類に取り入れるべきなのかっていう、うん、コーチングって何なんだっていうのをね、最初にお話して、でそっからメダルを獲得できるまで の, あのコーチングスキルをちょっとそうです、ね、お話しいただこうと思います。ということでよろしくお願いします。お願いします、はい、早速資料を作ってまいりました。わー、コーチングとは対象者の才能を最大限に引き出して、うん、目標達成に向けてモチベーションを高めるコミュニケーション手法です、うん、ということで才能を引き出すっていうことですよ ね、はい、はい、エブリンさんは高校生の時に、はい、その最高のコーチと出会ったと。あ、いましたね。小中と、はい、もう本当楽しくバスケットやってればよかったっていう環境だったんですよ、はい、ただあの中学生小学生の時に、うん、まあ、ちょっとうちに遊びに来ないっていうことで、はい、高校生の最強の軍団の中にふらっとこう行ったんですよ、はい、でそこで初めて自分はバスケット真剣に学んで才能がもしかしたらそこで開花したのかもっていうことはありましたね。高校の先生ですか？高校の先生なんですよ。あの井上監督っていう大川県高校、はい、あの、はい、日本一なんですけど60勝ぐらいしてますかね、通算で。すごい。その賞っていうのは全部優勝です。優勝のことなんですけど、というところで育てられました自分は。なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、そんな才能を改革させるのがコーチングなわけでございますが、誰しもが人の上に立って社会人として経験していくと考えるならば、まあ、全ての人が必要なスキルであるということですね。その逆を言うならば、うんうんうん、こういう人についていかなきゃいけないっていうのを上に立たないにしても分かっておかなきゃいけないと思うんですよね、うん、確かに、はい、でよくあのグローっていうコーチングモデルがあって、いろんなモデルがあるらしいんですけど、はい、これが一番僕は分かりやすくて、うん、グローってね、成長って意味なんで、うん、いいなと思ってちょっとピックさせていただきます、はい、グローモデルはですね、まず G は目標の明確化、メダルを獲得するとか、はい、四天王を倒すとか、まあ、そういう目標を明確化するんですね。ワンピースのルフィですね。はい、はい、あのポケモンなんですけど、あ、ポケモンだった、はい、四天王ってどっちか、はい、R はリアリティ、4個だ、あ、そう、4個ですね、はい、R はリアリティと、はい、今現実世界で今何を持っているのかと、うん、資源は何なのか、ワンピースで言うと、はい、海賊王になるための今チームは、何人いてこの人たちでやれるのかっていう現在の資源ですね、うんうん、そうですね、はい、リソース、はい、リアリティとか言います。で O はオプションと、うん、選択肢の創造、うん、どう道をたどったらその目標に達成するのか、うん、みたいな感じですね。で W、Will は、はい、志ですね、はい、目標達成までの意思、どういうアクションをしないといけないのか、うん、この GROW を、ずっとサイクルを回すことで、うん、より高みへと明確化していく、たどり着いていくっていうのが、一番分かりやすいシンプルなコーチングフローだったなと思います、はい、まあ、いろんな手法があるんですけどね、うんうん、はい、でコーチングとティーチングの違いは、はい、コーチングは答えは自分の中にある、うん、ティーチングは答えは教師が持っているということで、なるほど、まあ、結構、ね、エブリンさんも言ってたと思うんですけど、はい、日本の教育って1たす1は2って教えるけど、ね、はいはい、アメリカは1たす丸は四角みたいな、うん、正解はないんだけど、はい、この教室すべての人で一緒にディスカッションして正解を導こうよっていうのがアメリカの教育なんですけど、そうですね、はい、まあ、コーチングに近いなって思います、うん、だからこそアメリカはリーダーシップが育つのかもしれないですね。はい、でじゃあどんな人がそれで成功してるのってことなんですけど、アマゾンのジェフ・ベソスだったり、はい、スティーブ・ジョブズさん、はい、Google の CEO さんとかが、はい、ビル・キャンベルっていう共通するコーチがいるんですけど、全てビルさんが、この経営者をコーチングしていたと。素晴らしいですね。
そしてそのビルさんの前職は、はいはい、アメフトのコーチであるということですね、はい、いうことですね、はい、皆さん1兆ドルコーチ読んでくださいね、ちゃんと。お、結構ね、すごいコアな起業家が読むような本でもエブリンさん読まれて素晴らしいなと思うんですけど、はいね、ありがとうございます。まあ、自分自身、まあ、やっぱり選手目線でちょっといろいろ考えてみたんですけど、今回のコーチングを、はい、あんまりしてほしくないなっていうコーチングをちょっとワースト3でお伝えしたいなと思います。はい、第3位ですね、はい、頭ごなしに怒る、決めつける。なるほど。これが何がダメかっていうと、うん、自分の話聞いてもらえないんだと。確かに特に子供とかだとそう思うんですよ。確かに。ってことは、じゃあ考える必要ないじゃんと。言われたことだけやればいいんで。確かに、はい、もう本当に考えない子ができてしまう。確かに。やっぱりそういうことを言われ続けてしまうと、うん、自分って必要なんかなとか。そうですよね、って思ってしまうと思うんですよ。なのでこれから人を導く人としては、なんで今これをやろうとしたのかっていうのをちゃんと聞き出すような内容にしてくれないと成長しないかなと。確かに。それはスポーツでも、あの、社会でも一緒だと思うんですよね、うんうん、はい、なるほど、はい、ワースト2。ワースト2は他の人と比較することです。知らず知らずに多分してる人もいるんですよ。確かに。まあ、やっぱりそれをしてしまうと、できなかった時に、他の人ができちゃった時に憎んだりとか、そういういらない感情が生まれてしまうと思うんですよね、チームだと。確かに。ですよね。っていうのはちょっと、あの、考えていただきたいなと。なるほど。いうことで、じゃあ次、第1位、はい、自分の中で。何ですか？バスケット用語になってしまうんですけど、はい、ワンミス交代っていうのがあるんですよ。一回ディフェンスできなくて交代、うん、そういう選手って10秒ぐらいしか出れない時ある。そうなんです。これをしてしまうとやっぱり失敗ってダメなんだと。子供だとなおさら失敗してはいけないんだよっていうメッセージになってしまうんですよ。そうすると成長マインドセットと固定概念のマインドセットあると思うんですけど、どん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 固定概念がついてしまうなと。まあ、会社でもね、そうなんです、1回失敗しても、はい、クビとかじゃないですからね。あ、そうなんです、そうなんです。挽回できるところをちゃんと用意していきましょうよっていうコーチングの仕方だと嬉しいなとは思いますね。ありがとうございます、はい、いえいえ。逆に最高だったコーチ、はい、最高だったコーチはですね、失敗した時に、はい、今何をやろうとしたのかっていうのをちゃんと聞いてくれます、うん、おー、失敗にも理由があると。はい、次取り入れていこう。ちゃんと次のプレーに取り入れてくれたりとか。逆にね、それを聞かれることによって、はい、考えますもんね、なんで失敗したのか。あ、そうです、そうです、そうです。だからやっぱり結論で言うと、コーチングって導かれる人たちの発想力だったりとか創造性を潰しちゃいけないと思うんですよ。確かに、はい、もうやっぱ考えなくなったら言われた仕事をやるだけの人たちになっちゃうと思うんで。日本の方は、はいはい、これやってって言ったらとりあえずやってくれるケースが多いんですよ、はいはい、でもアメリカの人は、はい、何のためにこの仕事をする必要があるのかって添えて言わないと、はいはい、なんで私がしないといけないのって言われる。へえ、そうなんだ。そういうマネジメントの違いとかが面白い企業が生まれていくかどうかっていう違いにつながったりとかします。まあ、やっぱさっきも言った通り、アメリカはコーチする、はい、だからリーダーシップが生まれ、うん、みんなね、意見を言い合って新しいイノベーションが生まれていく。でも日本はティーチングだから、はい、受動的になって、はい、自分の考えを別に持って動かない、リスクを取った、うん、チャレンジをしないっていう方向になっていくんじゃないかなと。うん、そうですね。それではあの、はい、どしどし質問してください、はい、ぜひぜひ戸村さんに。お、僕に、はいはい、人を導く側がしてはいけないことはありますか。感情の浮き沈み、心のボラティリティとか言うんですけど、はい、それが激しい人は良くないなって思いますね。じゃあやっぱり教える側が結構気持ちを整えて普段から人と接するってことですね。いや、本当に多分それってその通りで、例えばこう試合していて、試合以外でもそうなんですけど、はい、まあ、コーチがめちゃくちゃ機嫌悪い人がいるとってなると、やっぱり教えてもらってる子どもたちも緊張感がもうすごすぎて、確かに失敗しちゃいけない、失敗しちゃいけないっていう気持ちになると思うんですよ。お、名言ですね。そうなんです。失敗してはいけないと思ったら失敗する、ね、失敗するんですよ、絶対に。おっていう子たちを結構見てるんで、まあ、やっぱりコーチが自分で自分の機嫌を取るってすごい大事だなと。お、はい、